さあ部長、はい、我々中学校高校の時ですかね、はいはいはい、やたらやったなっていう記憶、まあ、感じがあるような、はい、ところに今日は部長ご案内したいなと。ビッグショットさんご存知ですか？知ってます。あ、知ってます。知ってます。知ってます。やられてました結構。いやいや、僕はあんまりやってないですよ、はい、あ、そうですか。ただ家の近所なんで家の近所なんで、はい、ちょっと昔を思い出しながら楽しみたいなと思いますので、はいはい、行ってみましょう。わあ、この雰囲気ですよね。これもう入った瞬間ワクワクしますね。学生時代思い出します。ねえ、うん、川崎の旧車。部長も乗ってますもんね、バイク。乗ってます乗ってます。今何に乗ってます？今はハーレー。あ、ですよね。でも昔は、はい、川崎の ZXR 乗ってたんですよね。ビッグショーという名前の中央に輝く一番星は、秋田で一番輝く楽しい場所にしたいという思いを込めデザインされました。はい、今日はですね、はい、ナインボールをやります。やりますか。はい、なんで部長、まずは、はい、ここから打って先攻後攻決めます。じゃんけんじゃないですね。じゃんけんじゃないですね。あ、俺強いわ。で、ここまで来ないとダメなんでしょうか。あ、これいいんじゃない？いい感じ、いい感じ、いい感じ。あ、さすが。はい、これ。さすが、さすが。いきますね。はい、うまっ、うまっ。飛んだよ。いや、昔こんなことやったなと思ってそんな技最初からやります？もうこれね、結構いいやつなんですね。難しくしますよね、本当。